ザ・ランページの岩谷翔吾が11日、都内で行われた、自身の小説家デビュー作、選択刊行記念取材会に登場した。岩谷は、自身の執筆環境を明かし、会場を驚かせた。本が、テーマの地震のコラム連載で作家と対談するなど、小説好きとしても知られる岩谷が、高校の同級生でもある俳優、横浜流星の原案をもとに物語を構築。何度も開校を繰り返し、約4年かけて執筆した。